どうも、こんばんは、エネムです。今回は、東京グルインボーク、新しいイベント、潜入するアンティークが始まったので、早速、いきなりですが、S に挑戦していきたいと思います。いつもならね、A があって、1週間後に S が追加されるんですけど、今回は最初から S が追加されてますね。もう、次回からはこの方針で行くんでしょうか。で、使っていくパーティーなんですが、これですね。潜入するアンティークなんだけど、捜査官で行かせてもらいます。ていうか、アンティークは敵で出てくるんでしょ？違うのかな？わかんないですね。いやでも、ヨモのさ、アタッチメントが取れるんだったら、あ、やっぱそうだな。敵アンテ、いきなり。駆逐を開始する。あ、そうなん？あ、そうなん？いきなりなん？あ、いきなりボスでしょ、これだ。これボス BGM じゃなかったっけ？そういう感じじゃないの、これ。あ、そういう感じだわ。何これ？オーバーキル3回。あ、全部オーバーキルしなきゃいけないと。5ターン以内にクリア。無理じゃね。5体以内にクリアするならさ、ちょっとそれ相応の準備はしてきたんだが、まあ、とりあえずアモンでデクシ、あー全然、え、食らわなくね、え、全然硬いんだが、ふざけろしめ、マジクソ硬え、やべえ、それ下げて一回こいつ下げるっしょ、よいしょ、私がやろう、あ、硬いね、いった、え、どんな硬いの、アモン孝太郎、アモン孝太郎、はい、どうしよっかな、あいつ勝てんだよな、あいつ異様におかしくねえか、とりあえず麻痺と混乱で頑張りたいね、何反対に 100% ダメージ、アタックを170% ダウン、これアモンにやられたら痛いな、これアモンにやられたら痛いっすね、これちょっと待ってね。ここは、これ溜まんのかな、溜まるね。溜まるんですか、ブレイクできるね。あいつはそんな硬くねえんだな。吹き飛ばせ、あいつはピオル。こいつがね、なかなか硬いはずなんだけど。あれ、こいつブレイクしたっけ、あ、オッケー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 。全然 OK、 そうそうそうなって、そうだな、まあブレイカー下げる方が得だよな、勝ってえなこいつ、ほんとおら、え、取り巻き倒した方がいいのかな、いまいち取り巻きが強い感じはしないとか、アタックな 170% ダウンだっけ、 70% ダウンか知らないけど、あれがねきつすぎるから、とりあえずヨモから倒したいんだけど、オーケー、いいよ、あいつら放っておいても大丈夫かな、あ、いいね、あと何ターン持つんだ、っていうかこれでさ、あいつがピヨってくれればバンバン剤なんだけど、これ、あ、これ上書きとかされんのかな、あ、ヨモ自体は柔らかいと、なるほど、で、これでアモン貯めて、あれ、あー、どうしようこれ、あー、とりあえずアモン、アモンで、で、重蔵下げ、あ、やべ、おー、待って、スキル使う忘れとった、これまずい、まあいいや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 、とりあえずこいつをスキブで発動さすか、めんどくせえし、いやーでもこのスキブで発動さすの、いや、さっきアモンで、ね、スキル打つの、あー、スキブで発動さすのもったいないかな、スキブやめるか、2個あるしね、これでとりあえずドンやって、でから、そうだな、こっちかな、こっちかな、いや、食らわねえな、でも全然。こいつとりあえずしばいて。あ、でもだいぶいくね。そうだね。これを、こいつを下げて、援護する。で、とりあえずヨモをこれ吹き飛ばしての。あ、重蔵溜まってくんないか。ちょっと重蔵のバフかけたかったんだけどな。オッケー、吹き飛べ。せい！で、んでから、あー、小瓶よにゃー。
いや、いかねえな、これ。ここで多分ね、このターンでピヨピヨ切れるよね。あれ、2だよな。あー、切れるね。だから、これ、アモンで一発しばいていけんのかな。重蔵でやるか。重蔵のバフかけて、問題ないですよね、やって、削って、削る確実性を上げていきの、いかむしばく、いかむしばく、せい。で、これ、あれかな、あいつの、こっちの方がいいのかな。いや、いや、でもこれ、この HP だったらアモンのスキル、スキブ使わなくても吹き飛ばせることない？そう信じたいんだけど、俺は。吹き飛ばせると信じたい。こっちを、いやー、どうしよう。こっち、こっちにするか。ほい。で、窓でやる。いや、これ吹き飛ばねえかな。でも、一応、重蔵のバフちょっと、オッケー、オーバーキル。で、これでアモン貯める。ほいほいほい。溜まれ！よし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 。せい！うわー、微妙い。そうか、溜まんねえのか。あー、ブレイクさせてんのにな。とりあえずじゃあ、アキラこっちやって、ピオらせる。あー、なるほどなるほど。ほいほい。アモンが2等になってる。何？あー、ブレイク性の 1.5 倍。なるほど。あー、でもこれ痛いぞ、これは。これは痛いっすね。このターンで、あいつは倒してーな。せい。あー、やっぱこいつ。こいつなぁ。これで、ちょっと、あれ、削れるから、ブレイク。かっこいいな、やっぱ。こっちの窓、アキラのさ、スキルかっこいいと思うんですか。あー、いつもヒッターはラッキー。こいつでブレイクを貯めたいと。そういう状況ですね。せい。こっちでも貯めたいと。せい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 。OK。で、こっちを吹き飛ばせ、アモン！オーバーキル取れるでしょ、これ。いけ！ 5 ターンは無理だったけど、とりあえずオーバーキルは取ったぞ。多分これで最後あいつをオーバーキルすれば。あー、でも、アモンのあれが解除。あー、されてますね。せいせいせい。せい。私がやろう。せい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 。で、まあ次だな。5ターンか。5ターン厳しいな。うわ、かっこいい。パカ、ふん。で、あー、そうか、一旦か。あー、ダリー、とりあえずピョッとけ。こいつがブレイクのバフかけ要因ってことは分かった。あー、次でオーバーキルしてやるよ。おっと、危ない。でインボークの罠だわ、これ。で、重蔵、バフかけて。あ、待って、これって裏のやつもバフかかるんだっけ。全然知らないんだけど、そこらへん。へい、へい、トン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 、トン。でから、はい、トントン、トン、はい、トン。吹き飛べ、おら！イエス。我々。何ターンかかったんだ、これ。12ぐらいかかってそう。感覚的に、腹時計的に12ぐらいかかってたんだけど。あ、ガシャチケットガシャチケットもらったからガシャ引くか。なんかね、報告なんだけど、そのガシャのさ、このチケットガシャ、これアタッチメントチケットガシャあるじゃん。さっきさ、なんか3枚もらったから引いたらさ、これが出たわ。この爆発する、何これ、燃え心って読むの、これ熱心って読むの、これ。あ、爆発する熱心出たわ。なんか
そこまで強いのかどうか分かんねえんだけどさ、まあ、SSR アタッチメント、あすごいかなんていうの高級感が漂ってるから、あちょっと嬉しかったわ。とりあえずチケットは実績か、どうせ実績でしょ。実績、あ、馬車チケ2枚もくれてんじゃん。引こうか。は？あ、これか。久しくこの普通のチケットで SSR 出てねえな。SSR、なんか、初期の頃結構出てたと思うんだけどな、このチケットから。俺何回か引いたで、これ。チケットからよ、SSR。ほら！お前か、ふざけんなよ。ちょ、演出飛ばしちゃったし。ちょ、なんでお前なの？ふざけろしまして。びっくりしたわ。SSR 出るからよ。ちょ期待しちゃったんだが。ちなみになんだけど、このさ、SSR のさ、これ何が出んのこれ。赤眼カネキ、あ、なんか、カグネダストーカー。ああ、欲しいもんねえわ。欲しいもんねえわ。この弱者錦、弱者錦を若干重ねたいかなぐらいだ。まあ今アモンいるからいらないんだけどね。はい、というわけでお疲れ様でした。また次回の動画でお会いしましょう。